ぐふん。そこにゃ。無人販売機オープンだにゃ。今日のおす。これは屈辱と血にまみれた歴史。自分たちの過ちを認めず、全ての罪は裏切り者にあると伝えられてきました。約束を反故にし、盟約に背いたことこそ恥ずべき行いと。私たちは自身について顧みたことがなかった。かつてはご先祖様の加護が私たちを守ってくれると信じていました。ですが動乱の最中では、侵略を受けぬようご先祖様に祈りを捧げるよりも自ら行動して進むべき道を探る方が良いのではないでしょうか。行く手に何があるのか定かではありませんが、踏み出した一歩一歩が私たちに大きな自信を与えてくれるのです。君の力が増してきているんだにゃ。あっちこっち旅をして、もっと自分の力を信じられるようにするにゃ。ふん、にゃ、急に眠くなってきたにゃ。眠っていても聞こえてるにゃ。我が輩をからかうでにゃい。心の声でもダメだにゃ。ビルダ人の未来のために私はこの使命を背負っていかなければなりません。再び私たちの部族が理不尽にも略奪され、奴隷にされないために、もう二度と一族が物として取引されないために、いつかまたウィルター山脈に一族の笑い声が響く日を取り戻すために。
次は私の番。了解。何でも言って。指示をください。大事なことがあります。未来のために。次のターゲットはどいつだ。次は私の番。何でも言って。くらえ。この程度かよ。指示をください。指示をください。お返しを。未来のために。次のターゲットはどいつだ。次は私の番。ありがとう。何でも言って。ありがとう。お返し。未来のために。次のターゲットはどいつだ。次は私の番。ありがとう。何でも言って。指示をください。次のターゲットはどいつだ。指示をください。ええ、分かっています。一つ一つが大事な選択です。ウィルダジンは一人で倒れない。
ビルダジンの体では倒れないの。未来のために。ビルダジンはただでは倒れないの。次は私の番。了解。ありがとう。何でも言って。指示をください。指示をください。次のターゲットはどいつだ。次は私の番。ありがとう。指示をください。指示をください。代価を払いなさい。未来のために。次のターゲットはどいつだ。この程度かよ。させない。次は私の番。私指示をください。未来のために。次のターゲットはどいつだ。私に任せて。何でも言って。ありがとう。指示をください。次のターゲットはどいつだ。次は私の番。私やりました。あなたの言った通り完勝ですね。この先も信じていいですか。次は私の番。いいですよ。ちどうも。何でも言って。指示をください。代価を払いましょう。
指示をください。次のターゲットはドイツだ。何でも言って。了解です、団長。指示をください。私に任せて。次のターゲットはドイツだ。指示をください。代価を払いなさい。させない。まだやれます。次のターゲットはドイツだ。未来のために。私に任せて。ありがとう。させない。まだやれます。死ね。何でも言って。ありがとう。次のターゲットはドイツだ。一つ一つが大事な選択です。みんなが頑張ったおかげで勝てました。今夜はご馳走でお祝いだよ。次は私の番。
いいですよ。何でも言って。指示をください。次のターゲットはドイツだ。この程度かよ。次は私の番。何でも言って。させない。減っては戦はできぬってね。次のターゲットはドイツだ。この程度かよ。次は私の番。何でもくれ。ウィルダ人はただでは倒れないの。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。ありがとう。何でも言って。死ね。これが代償ってやつだ。一つ一つが大事な選択です。指示をください。お返しです。お姉ちゃん、なんでもね。俺がいるからには当然の結果ってことだ。ノノ、泣いてるの？お姉ちゃん、私、一族のリーダーになる資格がないのかな。いちいち人の言葉なんか気にしない。どうせノノのことなんかこれっぽっちも分かってないし、ウィルダの現状も理解できてないんだから。ただ私の言葉がみんなの心に届かなくて、それが悲しくて。ノノ、自分の考えを伝えてちゃんと実行できるのは本当に素晴らしいことだよ。どうして分かってもらえないのか分析すれば、もっと自分の主張を研ぎ澄ますことができる。また今度お姉ちゃんにも詳しく聞かせて。お姉ちゃんはいつも私を守ってくれましたし、ウィルター山脈という天然の要塞があれば外から攻められることはないと安心していました。もし族長候補にならなかったら、迫る危機に気づくことも。お姉ちゃんの戦士としての苦労を知ることもできなかったでしょう。武器を取れ。
私と共にイリアの侵略者どもを打ち破るんだ。みんな後ろに隠れて、絶対に手出しさせない。私にとって彼女は優しいお姉ちゃんでした。そしてウィルダ族にとっては強くて勇敢で頼りになるリーダーでした。リリビアの弓はいつだってウィルター山脈を守り、一族に安堵を与えてくれていたのです。次は私の番。いいですよ。ありがとう。何でも言って。指示をください。大工を伺います。有利な場所を取りたいね。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。ありがとう。させない。一つが大事な選択です。お返しです。まだ諦めてはダメ。私の使命は有利な場所を取りたいね。次のターゲットはドイツだ。有利な場所を取りたいね。次のターゲットはドイツだ。
次は私の番。了解。ありがとう。何でも言って。指示をください。代価を払いましょう。指示をください。有利な場所を取りたいな。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。そうね、私やりました。ありがとう。何でも言って。指示をください。代価を払いなさい。未来のために。有利な場所を取りたいね。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。ありがとう。何でも言って。指示をください。未来のために。有利な場所を取りたいの。奴らを射抜け。次は私の番。あ、ごめん。ありがとう。何でも言って。絶対許さない。一つ一つの大事な選択だ。指示をください。有利な場所を取りたいね。させない。次は私の番。ありがとう。何でも言って。一つ一つが大事な選択です。代価を払いなさい。指示をください。有利な場所を取りたいね。やるじゃんか。あ、なんでもね。俺がいるからには当然の結果ってことだ。次は私の番。怒ったよ。私やりました。指示をください。未来のために。有利な場所を取りたいね。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。そうね、私やりました。くらえ。一つ一つが大事な選択。未来のために。
有利な場所を取りたいね。次のターゲットはドイツだ。みんなが頑張ったおかげで勝てました。今夜はご馳走でお祝いだよ。次は私の番。何でも言って。腹が減っては戦はできぬってね。指示をください。お姉ちゃん、私やったよ。有利な場所を取りたいね。次のターゲットはドイツだ。この程度かよ。次は私の番。私やりました。何でも言って。どうも。腹が減っては戦はできぬってね。くそ。指示をください。未来のために。有利な場所を取りたいね。問題ねえ。私に任せて。それち、もう怒ったぞ。なめるなよ。これでも食らえ。させないよ。まだやれな。指示をください。なんでもね。俺がいるからには当然の結果ってことだ。
次は私の番。いいですよ。ありがとう。何でも言って。くらえ。心配ないか。指示をください。有利な場所を取りたいね。次のターゲットはドイツだ。この程度かよ。次は私の番。そう、え、私やりました。ありがとう。もう怒ったぞ。オッケー。一つ一つの大事な選択です。有利な場所を取りたいね。次のターゲットはドイツだ。私に任せて。ありがとう。はっ。何でも言って。ご飯だよ。ありがとう。くらえ。一つ一つが大事な選択です。行きましょう。有利な場所を取りたいね。次のターゲットはドイツだ。私の使命は終わってないの。私に任せて。怒ったよ。あ、ごめん。もう怒ったぞ。有利な場所を取りたいね。次のターゲットはドイツだ。私に任せて。何でも言って。ご飯だよ。ありがとう。了解です、団長。前にも言った通り、私の鍋は結構無敵なんだから。
次は私の番。いいですよ。指示をください。代価を払いなさい。指示をください。次のターゲットはどいつだ。この程度かよ。次は私の番。そうね、私やりました。何でも言って。指示をください。指示をください。次のターゲットはどいつだ。次は私の番。何でも言って。ありがとう。そうなんだよ。ありがとう。一つ一つの大事な選択です。ください。次のターゲットはどいつだ。この程度かよ。私に任せて。もっと頑張らなくっちゃ。もう怒ったぞ。オッケー。一つ一つが大事な選択です。一つ一つが大事な選択です。まだやれます。次のターゲットはどいつだ。これが代償ってやつだ。まだ諦めてはダメ。ちょっと疲れただけ。まだやれます。何でも言って。みんなごめんね。一つ一つが大事な選択です。未来のためにまだ諦めてはダメ。次のターゲットはどいつだ。私の使命は終わってないのに。何でも言って。そうなんだよ。腹が減っては戦はできぬ。一つ一つが大事な選択です。未来のためにまだ。次のターゲットはどいつだ。私の使命は終わってないのに。もう怒ったぞ。次のターゲットはどいつだ。この程度かよ。
現実を見ろよ。お前にウィルダの族長は務まらん。あんたがみんなの意見を聞き入れて最初から非難していれば、私の兄さんは死ななかったのに。でもあの時戦わなかったら、闇の光に洗脳されてしまった同族を見捨てるのと同じで、そんなことはできません。その結果はどうだ。無駄に犠牲者を増やしただけだろうが。いい加減認めろ。お前じゃ一族を救えないんだ。お前にあるのは気持ちだけだ。戦いの士気だって満足にできなかったじゃないか。あんたみたいな人にウィルダ人の未来は託せないね。違うんです、私はそんなつもりでは。ただ必死にみんなを守ろうとしてただけなんです。あんたが頑固に意地張ったせいでみんな死んだんだ。お前はウィルダの罪人だ。罪人？そんな。私の選択を貫いたことが間違いだったんでしょうか。ノノ、ノノ、あんたが自分で決めた使命はまだ終わってない。しっかりして、落ち込んでいる暇はないよ。お姉ちゃん。生きなさい。今思えば彼女にとっては不公平な扱いだったに違いない。知ってるんだ、私が外交問題に集中できるようにあの子が助けてくれてたってこと。ノノは小さい頃から部族内の様々な仕事を引き受けてくれた。それに彼女は侵略者への復讐の機会を待ち望んでいた。一族に真の尊厳と自由を取り戻そうとしていたことにも私は気づいてた。未熟だったせいで部族の人に非難されたり嘲笑されたりすることもあった。それで落ち込んだりもしたけど、一度も恨み事を口にしたことはない。それどころか一人一人の言葉に真摯に向き合ってきた。今はまだ経験が足りないだけで、機会さえあれば彼女が立派に成長し一族に認められる機会さえあれば。ノノ、今まであんたが冒険するのを止めてきたけど、勝手なお姉ちゃんを許してほしい。今こそノノが一人で危機に立ち向かえるようこの手を離す時が来たんだ。
示をください。火を待ちましょう。次は私の番。そうね。何でも言って。はっ。指示をください。お返しです。未来のために。次のターゲットはドイツだ。一つ一つの大事な選択です。私に任せて。まだ何でも諦めてはダメ。はっ。まだやれます。指示をください。代価を払いましょう。未来のために。次のターゲットはドイツだ。ありがとう。私の使命は終わってない。何でも言って。ありがとうございます、団長。指示をください。風が導いて。行きましょう。お姉ちゃん、私やったよ。次のターゲットはドイツだ。私に任せて。ありがとう。何でも言って。オッケー。一つ一つが大事な選択です。未来のために。次のターゲットはドイツだ。私に任せて。何でも言って。ご飯だよ。ありがとう。はっ。指示をください。行きます。次のターゲットはドイツだ。私に任せて。何でも言って。ご飯だよ。了解です、団長。指示をください。風が導いて。火を待ちましょう。次のターゲットはドイツだ。この程度かよ。次は私の番。何でも言って。了解です、団長。指示をください。
次のターゲットはドイツだ。次は私の番。何でも言って。ありがとう。みんなが頑張ったおかげで勝てました。今夜はご馳走でお祝いだよ。次は私の番。指示をください。未来のために代価を払いましょう。お姉ちゃん、有利な場所を取りたいね。させないよ。次のターゲットはドイツだ。この程度かよ。次は私の番。私やりました。ありがとう。まだ諦めてはダメ。指示をください。未来のために有利な場所を取りたいね。次のターゲットはドイツだ。この程度かよ。次は私の番。怒ったよ。はっ。指示をください。有利な場所を取りたいね。あなたの言った通り、完勝ですね。この先も信じていいですか？次は私の番。怒ったよ。私やりました。指示をください。未来のためにお返しです。未来のために有利な場所を取りたいね。させないよ。次のターゲットはドイツだ。この程度かよ。次は私の番。ありがとう。指示をください。指示をください。未来のために有利な場所を取りたいね。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。ありがとう。一つ一つの大事な選択です。未来のために指示をください。行きます。有利な場所を取りたいね。やるじゃんか。あ、なんでもねえ。
俺がいるからには当然の結果ってことだ。締めてやる。平気平気、こういうのは慣れてるもん。次は私の番。了解。何でも言って。えい。指示をください。代価を払いなさい。指示をください。有利な場所を取りたいね。次のターゲットはドイツだ。ちょっと疲れただけ。何でも言って。ご飯だよ。ありがとう。くらえ。減っては戦はできぬ。ありがとう。みんな、ごめんね。指示をください。未来のためにお返しです。有利な場所を取りたいね。次のターゲットはドイツだ。もう怒ったぞ。ありがとう。了解です、団長。一つ一つの大事な選択。お姉ちゃん、分かっています。有利な場所を取りたいね。次のターゲットはドイツだ。一つが大事な選択です。指示をください。今こそ奴らにツケを払わせる。次のターゲットはドイツだ。腹
が減っては戦はできぬってね。この土壇場で踏ん張ってこそ。なめるなよ。一つ一つが大事な選択です。お返しです。未来のために。腹が減っては戦はできぬってね。ごめん、やっぱ無理。今こそヤツらにツケを払わせる。次のターゲットはどいつだ。まだ諦めてはダメ。代価を払いましょう。まだ諦めてはダメ。やっ、ウィルダジンは諦めない。次のターゲットはドイツだ。この程度かよ。ウィルダ人はただでは倒れないの。指示をください。行きましょう。ウィルダ人は諦めない。奴らを射抜け。私の使命は終わった。ウィルダ人は諦めない。ヤツらを射抜け。なんでもねえ。俺がいるからには当然の結果ってことだ。生まれてこの方、ウィルダ族の集落を離れたことはありませんでした。外の世界の夜はどんなだろうって、よく夜空を見上げてぼんやり空想したものです。やっぱり山柄や昆虫が鳴いたり、満天の星空が広がっていたりするのかしら。そこに何があろうと、私は今未知への旅の一歩を踏み出したのです。ウィルダ族が必要とするリーダー像についてずっと考えてきました。お姉ちゃんに比べれば私はまだまだ未熟で、みんなを守るほどの力はありません。だからやっぱりお姉ちゃんに一族を守ってもらうのが一番です。誤解しないでください。私はみんなを見捨てるつもりではありません。一族の内紛は長い間続いていますし、二人の族長候補をめぐる論争も激しさを増しています。
ことを荒立ててお姉ちゃんが非難されないよう、こうしてこっそり抜け出すしかないのです。お姉ちゃんは部族の未来をどういうふうに考えているのでしょう。もしまた襲撃されたら、もしかすると故郷を守るには力が足りないかもしれません。もし今の抑圧された状況を脱したいなら、外敵の脅威に怯えながらウィルター山脈で逃げ隠れしているだけではいけません。外へ出て世界を知り、敵について学ばなければなりません。自ら変わろうとしない限り、この世界で生き残ることはできないのです。ノノ、あんたの言う通りね。そんなのを考えるのはまだまだ先のことで、ここに隠れていれば、この弓があれば、一族は生き延びられると思っていたけど、ノノ、ウィルダ族の未来は私たちにかかっているのかもしれない。行きなさい。行ってあんたのやりたいようにやってみなさい。ウィルダ人の未来を変える、その機会を探しに行くのよ。だけど、その目に映る憎しみを隠しなさい。外の世界で生きていくために、たとえ敵の目の前でも自重することを学ばなくちゃ。ちゃんと自分の身を守って、無事に帰ってきて、あんたが希望を持ち帰るまで、お姉ちゃんがここを守ってみせる。最後にお姉ちゃんと私は考えをまとめました。ウィルダ族が変わるには、外から変革の知恵を学ばなくてはなりません。それを探すため、お姉ちゃんの意志とともに私は旅立ちます。お姉ちゃんが私にマントを羽織らせてくれた瞬間、私は生まれて初めて故郷を離れるんだって気づきました。もしかしたら最初で最後になるかもしれませんか。このメモを読んでいるあなたは、あの童謡を聞いたことはありませんか。月影さやか、浮かぶ昔の面影よ、こんな筆では夜空に色を添えられない。愛かな星が明日への道を照らしても、この手のひらを星の光はすり抜ける。この足元に小川しずしず流れゆき、この手の中の貝はひらひら弧を描く。今宵この船、彼方へゆるゆる滑り出す。未来を知れる者はいません。過去を変えられる者もいません。でも現在には過去の記憶を受け継いで未来を変える力があります。では私の道は一体どこへ向かっているのかって。それは秘密です。読み終わったかな。今のはあの少女ノノビアの記憶だにゃ。この記憶もいずれ君の力になることがあるかもしれにゃい。そうとも言えるが、彼女の手記と言うべきだにゃ。厳密には歴史ではにゃい。あ、そうだ、こいつめ。
にゃーにー、しらじらしい。さっきあの少女に我が輩が化けていたと勘違いしたにゃ。我が輩が他人に化けるなんてことは絶対にゃいのだ。ふん。今の言葉に免じて許してやるにゃ。さて、戻る時間だにゃ。そんな海からお宝を引き上げるのは大変だったにゃ。しかもこんなに良心的な価格、他にはにゃいぞ。